どうしようかな。今月の残りのお金も少ないし、かといってマリサに頼んだら普通に無理だったからな。何これ、宝くじ、何一等3億円。そうか、宝くじっていうものがあるじゃないか。この宝くじは昔のっぽいから早速新しく買いに行こう。よし、これが当たれば今月、いやもう一生大丈夫だ。当選日が早く待ち遠しいな。よし、今日は当選番号発表日だ。いやー、何等当たってるか楽しみだな。どれどれ、1、違うな。次は、2、3、これも違うな。え、嘘でしょ、どれも当たってない？もう一回確認しよう。え、嘘だー。で、霊夢またここに呼び出してなんかあったのか？マリサ、実はですね、ちょっと聞いてほしいんですけど、とにかくまずいんですよ。まずいってどういうことだ？じゃあちょっと替え歌を歌って伝えてもいいですか？なんで替え歌を挟むんだよ。まあ、いいぞ。やったー。それじゃあ歌います、聞いてください。プリテンダーの替え歌。宝くじ、それは予想通り。いざ見てみれば、ただの紙切れ。結果は勝てたって。結局、期待してしまう。当たりのない宝くじ、それはいつも通り。慣れてしまっても、辛すぎるけど。当選確率は人生から低すぎることを知った。もっと光る種類で、もっと光る場所で、喜ぶ世界線選べたらよかった。ちょっと日付を持たせて、当たる番号を知って、当たりくじ変えたらいいな。そう願っても無駄だから、グッバイ。やっと宝くじは当たらない。辛いけどやめれない。また宝くじを買ってしまって、今月本当にお金がないんですよね。そんなヤバいんだったら少しだけ貸してやってもいいぞ。本当ですか？じゃあそのお金で宝くじを買ってお金を倍にして返しますね。やっぱり貸すのやめとくわ。